よし、始まったな。ふうふう。さてとな、今日もな、今日はバイトじゃなくてな、ちょっと二人でラジオ聞こう。お、今日はラジオ聞くのか。ラジオって知ってるか、しんのすけ。なんかあんまり聞かないけど、車の中でたまに父ちゃん聞いてるよね。あ、そうそうそう、あとはなんかな、俺の小さい頃なんかは、若い頃なんかはな、こう好きなDJ というかな、芸人さんのラジオを聞いて、そこになネタハガキ送ったりとかな、いろいろあったよな。うわ、そんな時代があったんですね。今でもな、オールナイト一本とかあるけどもな、やっぱこう寝る時にこうラジカセで聞いたりしてたよなっていうな。もう今だともうそんなはもう YouTube の配信とかなっちゃったんだろうな、ツイキャスとかツイッチとかの、ネットラジオみたいなのも全然あるしね、普通の人がやってる。古き良きラジオだな、このラジオっていうな、こういう文化はなくなってほしくないけどね。という話だから、ちょっと今日は別に怖くないと思うよ。まあ怖くないでしょう、聞くだけですから。そうそうそう。だから今日はね、みんなもまったりとした感じで楽しめると思うよ。ゆっくりしていってね。まったりしていってね。ちょっと待って。ちょっとこ告知飛ばしとくね。よいしょ。X でポストしとくね。X でね。もうなんか完全に鳥は消滅したらしいね。いや、なんかでもマークがなんか日々入ってんだろ、 X の。あれから鳥が生まれるっていうの。そうそう、また出てくる可能性もあるけど、そんな粋な演出をマスクさんがするとは思えないんだよな。作っていない。ね、というわけで始めよう。おい、まず始めて、ちょっと画面を調整しなきゃいけないから、ローディング。綺麗なお兄さんの声が聞きたいな。まさきが死んだ。あ、なんか喋るんだこれ。喋ってる。まさきが死んだ。まさき。ある日朝起きたらそんな連絡が入っていた。イケボじゃないか。ある日朝起きたらそんな連絡が入っていた。バカな。バカな。そんな。バカな。だってこの前会ったばかりだ。ラジオの仕事が軌道に乗ってきたって嬉しそうに話していたあいつが死んだ。あ、ラジオパーソナリティのかな、まさきくんは。なるほど。俺は信じられなかった。いつものようにラジオを流した後、ラジオ局で亡くなっていたらしい。いやー、なんてこった。怖っ。原因は不明だと。今日は怖くないと思ったのによ。不明？どういうことだ？おそらく自殺だろうということで、警察は早々に捜査を打ち切った。自殺？ふざけている。あの夜、あの放送で何かがあったのは間違いないはずだ。結構めちゃくちゃ喋るな。なんか不穏な空気が漂ってますね。自分で弟に何があったのか。弟なんかい。調べることに。弟か。最初に言えよ、弟って。友達かと思った。お、じゃあちょっと画面を。始まった。画面の設定をね。うん。明るさ。明るい方がいいかな。まあ明るくしてみるこれ。毎回暗いからね。あ、これマウス感度だった、これ。マウス感度いくつだっけ？初期設定、初期設定ゼロか？え？初期設定、あ、初期設定ってなんだこれ。あ、戻るか。OK、これだ。明るさ。あ、明るさがそれか。そう。明るい。結構明るい。で、これを。これを合わせて。VHS フィルター切って、フルスクリーン切って、はい、オッケー。ね、オッケーオッケー、よし。はい、ゴーゴー。お待たせしました。よし。じゃあ、行きますか。はい。結構人気の入っていいですな。なんか夏なんだね。はてな。はてな。懐中電灯か。いらないぐらい。あ、明るかったか分かんなかったけど、これ夜なんかい。いや、朝、夜、どっち？こんな、夜にこんな耳泣きますかね？いや、泣かないね。はてらはてら。感覚バグったセミなのかな？あれ、取れない。今回、ハテナが出てるな。山奥ラジオの鍵は家のポストに置いてある。必要な時に自分で持って行ってくれ。これは自分の家？まあ、そういうことだろうな。ちょっと明るすぎるか、これ。なんか見えねえ、なんか丸が見えねえ。これは鍵か。これ捨てれないのかな、これ。懐中電灯で明るすぎるのかな。
っぱ見えるけど、なんか懐中電灯当たったとこはちょっと明るいかもね。かもね。10ぐらいにしとくか。うん。ほいほい。ちょ、懐中電灯消したいな、これ。まあ、お家は明るいからね。あ、これだ。車の鍵。お、お。お、車の鍵。やっぱ暗いな。何度も申し訳ないね。よいしょ。なんか。電気ついてこれ？この家。いや、ここは、まあ、俺の単身赴任先だな。あ、ラジオ局、ラジオ局オーナーからの手紙か。うん。山岡ラジオの鍵を N ホストに入れてある。必要な時に自分で持って行ってくれ。これは、あれか、テレビのリモコンか。ふうふう。かわいい冷蔵庫ですね。あ、これか、これでいがるんだ。車の鍵と懐中電灯。うん。なるほど。こんなもんかな。うん、行こう。まあ、同じのワンルームだね。いいですね。うん。じゃあ一人暮らしって感じ。ユニットバスだね。綺麗だね。ユニットバスって俺苦手なんだよな。絶対汚れるじゃん。すぐカビ入るから。絶対汚れるじゃん、なんか。あと友達が来た時にトイレ入られたら、お風呂入ってる時にトイレ行けないっていう。そうなんだよな。だからまあカーテンをつけるんだけど、カーテンもなんかかびるからな。って聞きますな。夜だな、これ。どう考えても夜だ。夜にこんな泣いてるか。毎回夜だよ。あ、これに乗ってくのかな。もう軽トラ。激渋ですな。あ、この鍵使うのかな。あ、これでね。よし。あ、運転すんの。あ、運転すんのか。え、ゲーぶっ飛ばしてベイベー。それはあのマサオくんだ。ちょっと待って、むずくね。むずくね、これ。どうやって運転すんの。俺が運転するしろ。ちょっと、音うるせえ。しかも、地図見ながら。後からね、あのいろんなとこ回るのは後からでしょう。とりあえず見回ろうか。これどこでも行けるのかね、ひょっとして。まあ割と近かったよね。ああ、でもダメだ。どこでは行けないわ。なるほど。あ、その中よね。えぐいだろ。俺らこの俺らの顔。いい顔してるだろ。生きてるんだぜ。これ。あ、高画質の高画質麻生さん。高画質ですね。高画質麻生さん。サイモン、モカリセット。モカリセット、いちごミルク、チリフ。ぱっと見はそのままでくるね。チーフ、ジージーレモン、ピプシ、ワルピヌウォーター、ソントリーウーロン茶。もうギリギリだな、これ。ソントリー、チビビタ。なるほど、でかいのをチビと。パッと見っぽいけどな、全部。ちょっと待ってな、これ。お、安いな、100円だ。ちょ
と待ってね、ちょっと一旦待ってね、よいしょ。なんか設定し忘れた。OK。 うん、あ、ちょっと設定間違えてた。よし、これで、これで OK。 はい、 OK。 うん、よし。おー、綺麗な、綺麗な星空。ここから入るのかな、ラジオ局の鍵。鍵なんか落ちてる。鍵、あれは車か。10円、10円じゃ買えないな。ラジオ局の鍵なんかあったっけ。懐中電灯なんか、あれでも最初言ったらラジオ局の鍵はどうのこうのって。わー、なんて書いてあったっけ。車の、あれは車の鍵の話だっけ。そもそもあれは車の鍵。うん、あ、チャンネル登録ありがとうございます。お盆は帰省したよな。俺は帰省した。うん、あれ俺帰省してないのかな。父ちゃんは最近帰ってこないから。いやいや、帰ってきてるだろう。うん、おー、なんだここ。そうだな、俺最近だからバイトとかいろいろな、忙しいからな。ここに鍵があるのかな。なんかありそう。めっちゃ積み上げてるけど。あ、古そうなパソコン。おお、パソコン室って感じですな。うん、いらなくなったパソコンだな、多分な。鍵はあるか。鍵、液晶になったんでしょう。うん、ないなあ。引き出した。やっぱ一見して鍵はなさそうだな。うん、うん、画質はもうめちゃくちゃ綺麗にしてるからね。結構広い？そこそこかな。でも一旦戻った方がいいのかな。なんかあのメモ用紙なんて書いてあった？なんて書いてあったかな。うん、やっぱお腹の手紙か。戻るか。やっぱりごめんなさいね。ちゃんと読もう。うん、なんなら言っちゃいけない。後ろに下がってる。後ろに下がってるよ。うん、バックで帰りますか。U ターンできるかな。まだ先がある。待て。うわ、あ、できるわ。うわ、美味しそう。あ、できる。よし、意外と困る。はい、音がさ、バイクなんだよ。確かに。どっちかっつうと飛ばすぜ、ベイベー。飛ばすぞ。この昔は峠を攻めたことがあるからね。父ちゃんもなかなかやり手ですな。でも三輪車でかっ飛ばすか。やめとけ。あれ、お前結構焼き黒とかで飛ばしてる。開いた。あ、じゃあそっちだ。そっちじゃねえ。運転手、急発進します。やばい、これ免許返上もんかな。もう広島セールだ。なんなんやすか。うわ、ぶつかった、ぶつかった。どうやって降りるんだろうね。終わった。降りたい、降りさせてくれ。ちょっと落ちたかな。降りれないパターン、これ。父ちゃん、あの、うん、鍵、ラジオ局の鍵は、うん、家のポストに入れてあるって。でも降りたいんだよな、これ。もう降りれないから、もうどうやって降りるの。やり直した方が早いかもね。自動的に車をぶつける。ただ降りれるのか。何回ぶつかってんだよ、これ。なんだろうな。降りてくれ、ヒロシ。うぅ、なんか降りる方法ねえのか、これ。どこ押すのかな。あ、違う、そうじゃない。そこのレバー的なね、何あれ、地図の
地図の下の。あー、これなんかブレーキっぽいな。ただなんか反応しねえんだよな。うん、反応しねえか。降りれないことはないんだよね、多分ね。そんなことないだろ、涼しい。してくれ。いやー、うやり直した方が早い気がするな、しかしこれ。今ヒュンってなってた。ゾミもヒロシも泣いてるぞ。地図の家のマークまで行ってきます。いや、今さっき行ったんだよな、それ。地図のとこは押しないの？あ、なんか変になっちゃう、これ。押せないんだよな。視点が変わるときか。あ、押せるかな。あぶ。何も反応しねえんだよ、多分。何もバイコンだよね、今。どうしよう、これ。みんなバイコンって言ってるぞ。あ、ごめんな、こんなところでつまずくつもりなかったんだけどな。うちゃん、どんだけ車が大好きなの。降り方知ってる方います、これ。違うとこ行ってたんだ。そっちじゃねえんだ。
この緑が俺か。曲がこっち。バックで。そういうことだな。緑が今、違いいるところね。そう、青が俺がいるところ、緑が俺がいるところ。これはカーナビみたいなもんか。だいぶアナログですな。ビッグモーターに整備されてもらったら終わりだろ。うん、ほらちゃんとお薬は持ってるから垂らしたいときは言って。車のお薬か。車のお薬はガソリンですか。なんかミサイ一回な免許取りに行ったんだけどダメだったんだよな。母ちゃん、ま、ずっと自転車乗ってるってことですな。あいつは自転車の方が似合うよ。うん、父ちゃん電動自転車買ってあげなよ。ちょっとね、俺が給料上がったから。まあ絶対15万超えるからね。あれまた行き止まりじゃん。あれ、おい、行き過ぎか。通り過ぎたのか。オランチ近いんじゃない。オランチどこだ。お前んちなのか。このおうちマークはさっきの出発地点。違う、目的地、目的地。これか。おお、これか。うちのポストに入ってる。違うのか。それどうやって降りるのかね。降り方わかんねえ。おお、ガタガタ言ってる。これ多分家これだろう。このガタガタ感が心地いい。家これなんだけど。どうやって入るの。どうやって降りんの。あ、ちょっと。うおお。ミサイは車変態なりに頑張ってたぞ。これどうやって降りんの。ミサイが乗ると修理費がかさみそうですな。ここなんだけど、明らかに。うん、怖い。虫捕り行きたくなっちゃう。そうじゃねえ。こんなところで詰まっていいのか。ありがとうございました。ありがとうございます。どうでした。よし。見えないんだけど、本当に。女子の背中こう折り方調べられない。今ね、俺は調べてるんだけど、うん、なんか書いてないんだよね。どうなったら進むんだこれ。あ、ここか。ここだ。もう分かるか。なんだ、びっくりした。やっぱ特定の場所に行ったらなんかイベントが発生するのね。うん、もう難しいや。もうオーナーの家まで来るのが難しいわ。うわ、びっくりした。人かと思ったぞ。ガス管だな。ガス管だった。ここに入ってんのかな。あ、あったあった。ポストあったあった。これにラジオ局の鍵がありましてと。よしで、また運転ですかな。まあ、ちょっと10円は何に使うの。まあ、後々なんかこれで買うんだろうな。10円で買えるもん。オーナーなんかすごい偏僻なとこ住んでんな、俺。んこれ人住んでる。もっといいとこ住めよ、オーナーなんだから。そうよ。うん、入れないんだな。オッケー。うわ、なんかよく見るな、こういうお家。もう運転したくねえんだけど、これ。いや、すいませんね、ちょっとね。コマンド出てくるとこまで行かなきゃいけないんですか。そういうことだな。分かった、よし、分かった。お兄ちゃん、まあ、あとはラジオ局行くだけだから。ラジオ局ってどこだっけ。なんかポンポンポンって出てるやつ。まあ、進んできゃいいんだけど。ゴーゴー。ゴー、レッツゴー。なに、急に止まった。なに、地下ゴミステーション。ゴミ
は多分行かないだろう。もういずれ行くでしょう。あ、ね、おネズミだ。ネズミだ。お腹空いてるの。これ多分ネズミなんかあげるんだろうな。なるほど。うん。お腹空いてるよ。お腹が空いているよ。あは。お、ちょっと待ってね、ミッキー。早く持ってこいよ。うるせえな、持ってこねえぞ。次ゴーゴー。ネズミがいた。ここだ。見て。10メートル先、左方向です。左へ曲がります。大丈夫、音大丈夫。バイクの音だから。あ、そういうことか。名刺渡すがいいんだ。ここから入るんだな。オッケーオッケー。やっとラジオ局に入るぜ。やっと入れてぞ。あ、出してね。これもね。オッケー。オッケー。基本的に暗いのはなぜ？なんでチカチカしてるの？もう電気がつけっぱなしじゃない。テープレコーダー。テープレコーダー。なんか再生できるのかな。そんな時代なの？再生できるかと思ったらできないな。あ、テープがないからか。で、俺何をすればいいんだろう、ここで。あ、そうか、あの事件を調べるんだな。そうだ、もう最初の設定も忘れたわ。うつくだ。うん。またテープ集める気ですか。狭いよな、このと、あのスタジオとしては。あ、あった。お、あった。よし。で、あれで聞くと。よし、聞いてやるぜ。うるさ。いや、怖い。怖いぞ。なんでこんなんなの。まさきのホラーの話。いや、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ明るいじゃん。はい、鬼川まさきです。このコーナーでは僕、まさきがリスナーさんから送られてきたホラーの話を読んでいきます。ということで、早速読んでいきたいと思います。ラジオネーム、とうこさんからの手紙です。お願いします。これは、霊感のある同級生の小学生の時の話です。はいはいはい。その子は生まれつき霊感がありました。保育園の頃ははっきり見えるわけではなく、なんとなくもやのようなものが見えたり、一定の場所がひんやりと感じたりする程度だったようですが、小学生になってからははっきり見えるようになったそうです。いつも同じ場所に男の人がただ立っているなと思っていたら、他の人には見えていないことを知ったことが始まりだそうです。なるほど。そこから見えるという恐ろしさを感じるようになっていったといいます。女の人が彼氏とカフェでお茶をしているなと思ったら、彼氏の方の足がなかったり、じゃあ女の人は何と話したの？可愛い女の子が公園で遊んでいるなと思ったら透けていたりと。幸いにもその子は声が聞こえることはなかったこともあってか、実際そういう風に見るらしい。実害がなかったので気にしないようにするようになりました。小学5年生くらいになった時でしょうか、一人の幽霊が自分の後をついてくるようになったのは、いつも何かを言っているようですが、何を言っているのかわからないので鬱陶しいと思っていたそうです。そんなある日、一つの事件が起こりました。その日は友達と遊んでいて、知らないうちに暗くなってしまっていて、
急いで一人で帰っていたそうです。薄暗いからか少しの物音でも反応してしまい怖くなってしまっていました。そんな時、こんばんはと声をかけられたそうです。振り返ると中年のおじさん一人家まで送ってあげようか。そう話すおじさんに恐怖を覚え断って去ろうとすると腕をつかまれ、送ってあげると言ってるじゃないか、悪いおじさんじゃ。恐怖のあまり声も出ず固まっていると急におじさんが人間が怖いって言ってる。川口かもしんねえ。でもこれおじさんが見ていた方向を見るとそこにはいつもの幽霊が。幽霊はその子を見守ってくれていたのでしょうか。あら急におかしくなったぞ。6分。あ、めんどくせえな。てかなんか今7の位置でおかしかったね、お声はね。ブーッ、坊ちゃんみたいだったぞ。うん、俺ぞ。7の位置。え、なになに、これなに、これこれなに、え、あ、自動販売機のチケット。あ、チケット制なのか。チケット、えぇ、ー、喉乾いたからね。いや、麻生さんのとこ、うん、いや、確かに水分補給は大事だからな。この部屋何なの、冷蔵庫の部屋。冷蔵庫専門の部屋らしいなと思う。すごいな、うん、給湯室でもないんだぞ。あ、ここあれミキサーな、ミキシングの部屋だな。おぉ、ここでこう DJ ぽいぽい、うん、音をな、下げたり上げたりするんだな。なるほど、これウォーターサーバー。パソコンは古いけどウォーターサーバーは新しい、うん、散らばってんない。もうここビデオ1個しかないの。どうなんだろうな。でも6つ、あと6つあるんだろう。うん、ほんとだ。じゃあ各場所1個ってことかな。じゃあ父ちゃんむっちゃ運転しなきゃいけないね。え、あ、他の場所、え、ここは1個しかないってこと。もうここにはないってこと。もうここないの。あとどこ行きゃいいんだ。ぱっと見ないよね。まあ、このもらって10円玉と、あ、チケット使うか、とりあえず。なんか使えそうなとこ使っちゃおう、うん、パソコンの画面がいっぱいある場所。パソコン、ここは冷蔵庫の部屋、うん、この部屋あったっけ。あ、ここか。ここじゃないな。 あれか、なんかあれか。あ、カニス、カニス、カニスだ。カニス、カニス。ありがとうございます、神山さん。ありがとう、なるみみず、二十歳。ここか。これを？あ、なんか使うのか。なんかあったっけ？あ、使えるもんないな。あ、あ、お、壊す。なんかある。壊してどうすんだよ。壊す？うん。え、うわ、本当だ。そんな中にテープなんかあんのかよ。え、すごい。どういう状況なんだよ。あ、なんか変な音したね、今。うふって言ったぞ。よし、またこれを聞くってことか。なるほど。最初のできるの。あ、これ、もう一個か。話の続きではなく、倒れた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 よ。え、倒れてる。ホラーの話。え、口分かるのが助けだ。はい、助けだな。今回もやってきました、ホラーの話だな。今回も手紙読んでいきますよ。ラジオネーム、トウコさんからの手紙です。同じ、この人、前も送ってくれた人、ね、もうトウコさんからしか来ないんだよ、ね、前回の話。また送ってくれた人、今回も楽しみですね。これはいとこが、これ順番は関係ないの。中学生の時、どうなんだろう。いとこは家族が病気になり、まあ、自動的に順番通りなんだよ。まあ、スキップもできそうですからね。人生で一番、そんなに聞くことは大事じゃないのかもしれない。まあ、一応聞こうぜ。家族が病気になったけど、まあ、聞くけど、何もできず、苛立ちと不安で情緒不安定になり、不登校になったと言います。聞きやすい声、ね、何もする気になれず、ただ空を眺めてはため息をつく。いや、明るく読んでくれるからいいな。そんな毎日を過ごしていたそうです。しかし、そんな彼女に、想像力豊かな5歳児だから、一
つの希望がありました。これつけのチケットつけるのかな。存在です。小学生の時に一気統合した友達がおり、うんうん、とても仲が良かったそうです。でもなんか使えないね。その子はいとこの入れるとこなさそうだもんな。毎日ないよね。いとこの苛立ちや不安に寄り添って話を聞いてあげたり、学校での楽しい出来事を話して笑わせてあげたりと、暗い心を照らしてくれたそうです。いとこの家に親友が泊まっていくこともあったそうです。そんなある日、今日も親友が来てくれるのを楽しみにしていたいとこが、結構ちゃんとした話なんですよ。いつも来る時間より30分も遅れていることに気がつきます。部活が長引いているのかもしれない。あ、ちょっと話がない場所もあるんだ。今日は忙しくて来れない日なのかもしれない。いや、ここから離れればいいな。そう自分に言い聞かせていましたが、チクタクチクタクと時計の音は大きくなるばかりです。遠くからピーポーピーポーと救急車の音が聞こえる気がします。とふるると一本の電話がかかってきたそうです。親友が交通事故にあった。あらら、死んじゃったんだ。親友はそのまま帰らぬ人になってしまったそうです。いとこは自分を責め生きる意味をなくし、たどり着いた先は自殺でした。暗い話だな。誘われるかのように橋から身を投げ出そうとした時、いとこを呼ぶ声が聞こえました。構わず飛び降りようとすると、また呼ぶ声が。今度はそれだけではなく、女の子の顔が目の前に現れたそうです。それは、あの親友の顔。最後に帰るのやめろ。いとこは驚きと戸惑いとが一気に溢れて、親友を思い出しその場で泣き崩れ、自殺はやめたようです。それから親友の声も顔も聞くことも見ることもできず、その時一瞬だけだったそうですが、ミキサーでいじったのかな。いとこにとって親友はこれまでもこれからもかけがえのない存在だそうです。いい話だな。いい話だったの。なんだろうね。なるほど。まだまだあと5本あるってことだな。ここで調べることはもうこれまで、ここもぐらいか。うん、ないよね。なんで落ちてきたの。いや、不思議だな。不思議なこともあるもんだな。ネズミさんのせいということにしておくぞ。うん。ちょっと他の運転がめんどくせえけど行くか。やばれ、とっちゃん。行けるとこって10円玉とペットをどう使うかだぞ。うん、なんかね、なんか自販機しかないところがあるらしいんだな。あ、そうなんだ。うん、場所を離れる。はい。いや、シートベルトを締めてっと。あ、ほんとだ、自販機がある。あ、ほんとだ、ほんとだ。よし、行こう。お、さっきあれか、通行止めになってたってところ下か。曲がります。ゆっくり行こうか。ゆっくり曲がって、ちょっとでも当たるとダメだ。うっ、おい、よいしょ、よいしょ、下。左。
乗った。うん。ここでだから、このチケットを使うと。あ、なんか大丈夫？ちゃんと、ちゃんとチケット？田舎にある変なやつじゃない？これ10円使うんだ。あ、これから10円。さあ、どこにかけるか知らんがな。確かに10円といえば、公衆電話だぞ。上を見なかっただろ？は？え？あ、おお、やったぜ。なるほど。ありがとう、誰か知らないけど。もう誰のセリフ？あ、これ使うんだ。おお、激渋ですな。これか、ブラックライト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 、いつから持ってたの？うわ、このタイプの自販機、いいな、自販機渋いな。懐かしいな、懐かしいってか、俺も世代じゃないけどさ、あるよね、こういうの。おお、エロ本の自販機とかもあるんだよな。うん、もうほら、てっきりそういうのかと思っちゃった。いや、なんでそういうの知ってんだもんな。なんかカーテンやって、なんか薄暗いやつね。うん、ちなみに春日部にはありません。うん、いやー、あるかもしれないよ、探したら。これでテープかな。テープ売ってんのこれ。あ、なんか番号によく来るんだ。なるほど、わかんないな。わかんない、これはさすがにわかんないな。このブラックライト何に使うの？うん、あ、ここだ。お、ここだ。で？あ、ほんで？あ、カップ麺買ったわ。あ、これをだからネズミにあげるんだよ。それ何？ん？カップ麺。あ、食べ物か。うん。あ、なるほどなるほど。カップ麺を食うのか、ネズミが。ここなんかないか、大丈夫か？何もない？テープの販売機、ライト合ってる。すいません、いろいろやってください。あ、ああ、ほんとだ。あ、ほんとだ。2134。あ、それの順番か、42。その四角とあれが一緒なんじゃない？ん？そのテープの、うん、ね、それを照らすと番号があるでしょ。うん、その1のところがこの四角だと4だから、4、4、2。あ、そういうことね。わかる？俺の言いたいこと。わかってる、わかってる。その順番で押すんだな。そう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 。4、2、2は2なんだな。6、4、2、6。違うわ。7だ。7、6か。さすがだな、しんのすけ。いやー、ぴっかりんでした。お、テープ、なった。よし、テープ溜まってきた。今2個ゲッチュ。テープのパワーが溜まってきた。なるほど。で、でもさ、ネズミのとこに行くんだ、多分。ネズミハウスか。ミッキー、待ってたね。あ、いや、腹減って、もう死にそうだよ。お湯沸かしてたね、お湯。あ、お湯、お湯どうしよっか。硬いままだから怒るからね。いや、硬いまま食えるでしょ、あのベビースターラーメンみたいな感じで。うん、食えるよね。ガリガリ食べなさい。硬い前歯があるんだから。ほんとやん。ゴミステーションのところだ。あれか、果たしてあの自販機も食べれるのかな。ちょっとでもダメだ。頭ダメなんだ。
リザベス。頑張れエリザベス。よいしょ。もう寝た。あぶか。だいぶリザさんもイライラさせてしまっている。すいません、うちの野原ひろしさん。あ、なに？何イノシシ？あ、イノシシっぽいな、なんかな、今の声は。なんかピギで、出るみたいな、イノシシが。ブリブリゼーモンだった？あ、イノシシだ、イノシシ。ごめんな、ね、イノシシ。調べにしよう、今夜は調べだ。あ、父ちゃんオーバーキルしてる。よし、今夜は調べだ。調べ、前の調べは。あれの腹の中からとか出てこないよね。ゴリラだよ。あ、そっかそっか。あれ、じゃあびっくり要素ってことで。いや、ビビったな、自分。いや、びっくりしたぞ。父ちゃんは一つの生き物の命を奪ってしまったぞ。いや、あいつが勝手にぶつかってたんだよ。かわいそうに。ちょ、ブリブリザム、ちょっとブリブリザム。ナムナム。うお。あ、所有地なんだ。あれ？ここじゃなかったか。うわ、また別のとこだな、これな。別か。めちゃくちゃ、ボロいな。ちょちょ、無限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 の扉。なにこれ。大丈夫これ。帰れる、帰れる。どういう施設？何個あるの？謎すぎるだろ、この施設。しかもあれか、開けるたびに違うとかじゃなくて全部同じ部屋。うん、変なの。無限ループかと思った俺も最初。あ、ブラックライト使う、いろんなところでブラックライト使うの。うう、いい、怖い。え、なんか音が聞こえるよね。なんかキュイーンって、あのラジオのキュイーンって感じ。キュイーン、これね、お、なんだ、手、手、手がある、これも手がある。手のとこ開けんの？そういうことか。手以外のとこは閉めるってことか。多分そういうことだろうな。ふい、ふい、ふい、これ開けろ。これが、これは開けて、これ閉めて、閉めて。なんか地獄の川みたいな音聞こえるんだな。え、うわ、グーって言ってる。あ、これだ。うわ、本当だ。いや、でもなんかたまにあるクレシンのホラー界よりは怖くねえよ。今年あるかな。いや、あるんじゃない。もう終わった。終わった。まだだよね。まだだと思う。お盆の時期にあるのかな。でもあ、これだ。うん、これだ。ということ、これ一番最初。うん、うん、ほんとだ。あ、知らない誰かが言うぞ。あれ、ほん、あ、マジ、あ、一番怖いわ、あれ、知らない誰かが言うやつ。なんか、その、カスカルボーエタのみんなで遊んでる中で、一人だけ全然知らないやついるんだよ。で、それに最後まで誰も気づかねえんだよ。うわー、なんか、そうで、今多分ね、で、YouTube で見れると思うぞ。そう、見れる。で、組長だけ気づくんだよ。あれ、マジ怖えよな。誰なんだって話だな。うん、あれ、怖かったじゃん。うん。あ、これで開けられるのかな。そういうわけではない。ほい、そういうわけではないらしい。逆に開けるのかな、閉めるのか。あ、そっちか。それはめんどくさいかな。逆パターン、そうしてみようか。めんどくさいけど。よいしょ、よいしょ。ほい、ほい、ほ
ほい。ほい。ここはこれだな。ほい。ほい。ほい。音変わった今。変わった？なんかこうブーンってした気がするんだけど。これでいいのか？これでいいのか？変わんねえな。よくわかんねえな。何なんだろう。何なんだろう。なんか読み的には合ってるんだろうけど。あ、なんか全部閉まっちゃった。閉じてる？うん、元に戻っちゃったな。うわ、本当だ。いや、開けるのかな。まあ、でも開ける方が楽だからね。あ、だからこう開け、だから順番開けてたらいいんじゃない。だからこういう風にこの順序で。あ、なるほどなるほど。開いた、ほら。もう開いた。お、誰誰え、誰誰誰誰お、誰誰だよお前、今の聞いた聞いた、 聞いたな。友達。お、セーブ。真っ暗。ああ、びっくりした。だよね、誰か。テープあって何個だっけ。テープレコーダーをもらったぞ、でも。なんか持ってるね。ボイスレコーダーをもらったぞ。ボイスレコーダー。2個。なんか録音すんのかな。あと、ネズミさん。これはテープじゃなくて、ボイスレコーダーだぞ、これ。やり。ああ。よいしょ。あとはネズミさんのとこ。ニーナ来たな、ニーナが。スピードボックス、そういうやつでスピードボックスとか使わないんだこれ。スピードボックスっぽい、でも一番ファズモフォビアっぽいけど、確かに。これ。確かに。うん。このなんかブラックライト当てる感じとかね。ボイスレコーダーどう使うの？まだ使う時ではないのか。とりあえずネズミにこれあげに行こう。どこだっけな、ネズミ。ネズミはゴミ捨て場です。うん、ゴミ捨て場がだから地図に容赦されないんだな。あ、そうなの。あ、これか。あ、わかったわかった。一番上のとこ。一番左かな、右かな。左。なんだこの車。誰の車だ。何で消す。 おしっこ。誰、どうした、大丈夫か。テープがいる。テープ。テープとか拾ってる場合じゃねえだろ。あ、燃えてる。え、あ、セーブポイントあるの。なんか演出的な感じか。大丈夫ですか、誰かいませんか。まあでもこんだけね、こんだけ車の運転難しかったらぶつけるよ。間違いない。俺だって何回ぶつけてきたから。父ちゃんの車が壊れてないのが謎だぞ。よし、じゃあネズミくん、これを食べたまえ、うん、このカップ麺。お、おたつミッキー。硬いな。なんでテープ持ってるの。取り上げるよ。うん、ありがとう。よし、ミッキーちょろいな。
なんかそっちもハテナがあるぞ。ほんとだ。鍵がどっかにあるっちゅう話だな、つまりは。鍵か。うん。ただ結構溜まったから、一旦ラジオ局戻ろう。これ全部拾った？全部ではない気がする。あと1、2個かな。キリキリ言ってる。え？何の音だよ。なんか部屋でじゃなくて車道で脅かしてくるね、今回。本当だな。ちゃんと運転させてほしいんだけどな。こっちじゃない、こっちじゃない。なんか急に静か。あ？何何？なんだよ。何何？なんだよ。あ、何今の？え？何？またなんか聞いた俺。また命を殺めちゃった。じゃこう運転中にやめてくれマジで事故るからよ。いやー怖い。運転中安全であれ。運転中は余裕持ってるのさすがにもうさ、そんな怖がらされたってね、これ運転にしたからさ、止まってられないわけよ。こっちから。どうてつ？どっちかにさすがに怖がるんだったら怖がることに一緒にさすがに。うわ、着いた。運転でいっぱいいっぱいなんだ俺は。怖がってる場合じゃないんだ俺は。怖かった。でも今回怖いな。なんかじわじわ、一番じわじわかもしれない。1、2、あ、テープ全部、1個ないんだ。あと1個は家の南京城のとこかな。そういうことだろうな。鍵なんかあったか、しかし。じゃあ、聞きましょうか。音ができんのか、最初の音が。もうこのオープニング結構怖いぞ。どうして？ファズモファビアしよう。まさきのホラーの話。正気度が下がるぞ。なんか、はい、ね、始まりました。ホラーの話。今回はどんな話が出てくるのか、手紙を読んでいきましょう。ラジオネーム、トウコさん。またまた、トウコさんからしか来ねえじゃねえか。トウコさんしかいないじゃん。トウコさんが送ってくれる話は、幽霊のほんわか話なので、今回も楽しみですね。今回は幽霊のほんわか話。今、フラグ立てたぞ。今回、ほんわかじゃないフラグを立てたぞ。これは、友人が高校生だった時の話だと言います。何もないか。家族が病院に入院することになり、何も情けですな。毎日病院にお見舞いに。今回でもハテナが出るからいいね。わかりやすい。総合病院だと車もうちょっとな、扱いやすくしてるだろうな。で、医者や看護師の数も多く、いつも人が出入りしているような病院だった。でもさっき車の折り方みたいのに父ちゃんの調べたら、みんな車むずすぎって書いてあったぞ。それはみんな思うとなんだな。看護師を見なくなったり、新しい看護師をよく見るようになったりと。人の入れ替わりが多かったように感じていたそうです。いつものように家族のお見舞いに病院へ行った彼女は、今日もまた廊下で新しい看護師とすれ違います。その看護師は家族がいる部屋の方から来たので、何気なく家族に、また新しい看護師入ったの？と尋ねると、いや知らないよと言われました。自分の勘違いだったのだろうか、前からいた看護師なのか、違う部屋から来た看護師なのか、記憶をまだ全容が全くわからないよ。部屋の場所を思い出しても、全然わかんないぞ。家族の部屋のような気がするけど、そんなことが頭によぎりましたが、それ以上は考えないようにしていました。すると隣のベッドの中年女性が声をかけてきました。病院だからね、いろいろあるさ。そういうどっちとかしまったどっちとか飴を家族と私に一つずつくれたのを覚えています。薬飲んどく、塩も巻く。とてもにこやかで感じのおばさんでした。
指紋調べちゃう。数日後、レベル5、レベル5、レベル5。こんにちは、いくつですかとか言う。なっていました、うん。トイレに行き、家族に声をかけてから帰ろうとは部屋へ向かっていた。電波塔なんかあった？家族がいる部屋のドアが開いたかと思うと、この前見た看護師が出てきました。なぜかとっさに隠れてしまい、様子を見ていると、一緒に出てきたのは家族の隣のベッドのおばさんでした。看護師と手をつないで歩いていきます。すぐに家族のいる部屋に入り、隣のおばさんのことを聞くと、一人でふらっと部屋を出て行ったというので慌て追いかけました。おばさんと看護師が見え、後ろからおばさん、おばさんと声をかけるものの、聞こえていないのか全く反応がありません。それはバイオハザード4だ。看護師ももちろん後ろを振り返ることはなく、二人で歩いていきます。エレベーターの前で聞こえるね、ちょっとでも。追いかけ、あ、ここの敷地内にある。ちょうどエレベーターに乗ったところでやっと追いつき、エレベーターの中でおばさんの腕を、話が意外に長いんだ。おばさん、あ、ここか、ここか。そういうと、うお、電波塔だ。本当だ、こんなとこあったっけ。あったんだ。知らなんだな。自転車のか、あ、ちねちゃん、自転車のジョー。え、なんで自転車の鍵で開くんだろう。またなんか変だったな、今。どこ、どこへ行ってなっちゃう。並ぶのさ。うぅ、吉さん向きだ。いやー、テクノカットはいいぞ。じゃあ、父ちゃん今度はテクノカットにしてよ。いやいや、そしたら俺のなんか、その、なんだ、あのアイデンティティが死ぬだろう。確かに。何年経っても変わらない髪型とヒゲだぞ。あと足の臭さ。いや、まあ足の臭さあったことだから、だからな。まあ、父ちゃんの足が臭くなかったら、まあいろいろ進まなかった話もありますから。もう今回の映画なんかはもう、はい、な。まさにそれですし、まあ父ちゃんの足の臭さで、あの昔の父ちゃんの走馬灯から思い出すこともなかったですし、我々は俺大人帝国に支配されたからな。今回はあんな臭い靴下嗅ぎながら泣いてる人ちょっと初めて見たぞ。どういう感じだったんだろうな。あれが21世紀の兄弟が入院し、匂いだからな。気持ちが下がっている日々、その子は兄弟のためにと毎日病院に通い、ま、一生懸命看病していた。あ、すいません。いつもと同じ人ですよね。あ、ただこの…これ1話何分あるんだろう。結構あるよな、思ったより。結構あるね。いつもと書き方が違うので違う人が…自転車はどうしたらいいの。まだ行ってないとこあるってことだな、多分。今、手持ち何持ってるんだっけ。懐中電灯、ブラックライト、テープ。ボイスレコーダーもどこで使うか分かんないしな。なんか車の音聞こえるんだろう。車の音、あ、これ自分の車じゃないの。電気の音か、これ。ああ、発電機的なやつ。あ、こいつ台本、メールがおかしいんだ、メールが。メールがおかしいんだ。いつものように笑っていた。それからは時間があるときは少しでも病院に行くようにした。そうするうちに1ヶ月が過ぎ去り、医者に宣告されてから3ヶ月が経とうとしていた。その日はいつもより少し寒かった。他の人のメール読んだ方がいいと思うよ。病院へ向かう途中、お子さん小さな男の子に声をかけられた。お母さんと、違うよ。そう言うと泣きそうになったため、男の子のお母さんを探すことにした。すぐにお母さんが、みつ?また変なところがカタカナですね。みがカタカナでした。すいません。続けます。み。お母さんが、見つかり、男の子を渡した。去ろうとする私を見て、いや、足の臭さが気になってたらもう大人って証拠だよ。おめでとう。疲れているみたいだけど、大丈夫ですか?と足が臭いと蚊に刺されやすいらしいね。家が近いから休んでいてくださいと。
自分でも知らないうちに疲れが溜まっていたことに指と指の間とかさ、うん、お言葉に甘えて一番かゆいってことは少しだけお邪魔するようにした。今年そんな顔多くないけど、お茶とケーキを出してもらい、俺もなんか今年は刺されてない気がする。あんた暑すぎると鴨の出てこないって言うからな、鴨セミも。そんな甘い時間が風のように過ぎ去っていったようだ。話長えな。大丈夫ですかと声をかけられ、はっと時計を見た時には面会時間まであと1時間という時間になっていた。ほんの少しいたつもりがそんなに時間がかかったのか。誰かの声に出んだよな、なんか知り合いの。ここから病院までは30分かかる。なんか一層たちをこういう声の人、うん、挨拶をこんばんは、誰かわかんないけどこんばんは野原君。そう思い振り返るとそこに裏も野原君です、うん、家はなかった。しかし気にする暇はない。木村さんこんばんは。急いで病院に向かっていると携帯電話が音を立てた。ポケットで小さく鳴った音に私は気づかなかった。病院に着くとドアの前に兄弟に似た話も関係してくるのかな、話の内容も。なんかちょっとそれかなと思って聞いてるけど、男の子が僕が苦しくて痛かったと。違う声したよ。何そんな風に。これは使用ですか。うん、これもう苦情の電話来るぞ、こんなの。もう手遅れだったから。だってこれ放送してんだもんね。私は兄弟の名を叫び、大声で泣いた。どうして。その瞬間、どうして誰かが私の中にスーッと入ってきた感覚があった。ん？それから兄弟は私のそばで私をずっと見ている。ずっと。何なんか割れた。何？何か割れた。何か割れた。何か割れた。まだ今日誰か誕生日だっけ。おめでとう。おめでとう。何の音？ラップってやつ。何が割れたの今。怖い。何？これでもついてんだよねこれパソコンが。なんかこれはあえてついてるの？何割れたの今。割っとんか。もう一個聞く。こう何入ってたんだけど、そういえばこうあれか、テープ。あ、テープか。聞こうか。あと2本あるから。ほら、なんか聞こえるって。なんか、うわ、なんか聞こえるぞ。こんばんは。どこ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 はどんどん言ってんの。どこですか。ホラーの話。どこどこ。あ、誰子さん。うわ、誰子さん。ありがとうございます。誰ということで、今回も呼んでいきますよ。いやー、ミサエだったらちょっと、はい、今回もおなじみ顔洗った方がいいと思う。ラジオネームトウコさんからです。だいぶ顔色悪かった。これトウコさんじゃない。これこれがトウコ。いつもみたいに誰のお話か。ナナコ姉さんじゃないもんな。今回書いてませんね。まあ読みますね。両親なんて最初からいなかった。そう思っている、うん、弟を私守らないといけない。守らないといけない。それだけだった。私には弟しかいなかった。さっきは兄弟の話だもんな。ずっと友人も、さっきも男の子いたもんね。も誰も私の扉いっぱいいる部屋での、カタカナですね。前の手紙でも何個かありましたね。読めないことはないんですけど、気にしていると話が止まってしまうので、できる限り気にせず読みにしますね。続けます。優しいですね。私の周りには誰もいない。いや、いなくなっていた。気づいた時には弟と二人だった。許せなかった、何もかも。私の私の怒りはすべて。その人のメールを読むのやめましょうよ。みんな、もうやめようよ。みんな不幸になればいい。不幸になればいい。いつも決まった。うん、あやじげ、ありがとうございます。見てくれてね。時間に手紙を書いた。丁寧に。見えるものすべてを取り込んで。こういうのだから読む前に確認しないのかな。そうした手紙は相手に確認して、これやばいなと思って読まないで。相手の読んだ時の顔を見るのが好きだった。だ、ね、私たちの世界平行地層平行、ああ世界へごちそうか。
あ、やっぱりカタカナ入ってると読み間違えちゃいますね。まあすいません、続けますね。ごちそうを用意して、うん、カタカナがカタカナをだから組み合わせたらなんか違う言葉になることだな。いつも私の隣にいる。心配そうな顔をして、そんな弟の手を私は握る。弟が眠ってしまった時、できなかったことを今苦しみ、ああ苦しみ、結局止まってんだよな。ですね。でも今のところ数字かもしれないぞ。すべて忘れて、そうなのか。私と共にみんな行こう。これは苦しみの苦。私の周りではよく人が亡くなる。ことみと。私のせいなのだろうか。ほら、冴えてんな、しんのせい。あなたにも。いや、わかんないよ。うわっ。あ、なんだっけ、エコ。下の方に何か書いてありますね。手紙読みましたか。手紙読みましたか。手紙読みましたか。書いてありますね。手紙読みましたかですかね。手紙、でも手紙ってこれのことじゃないですよね。何のことでしょう。何のことでしょう。手紙ちょっと、うん、探してみようと思います。すあったらまた次回読もうと思います。七子姉さん、七子だぞ。ボイスメールないの？6本目。何が起こるんだ？だんだんじわじわと来ておりますな。お席？ホラーの話。もうさ、冒頭からおかしいよ、冒頭から。始まりました。鬼川まさきです。急になんだ、鬼川だったんだ。ラジオを聞いてくださった方はわかると思うんですけど、なんと手紙ありました。資料の間に挟まってて気づきませんでした。ということで、今回はこの手紙読んでいきますよ。よくある。前回に引き続き、これが挟まってたの？今回はどのような話でしょう。コインの誰だ、うん、今回も毎度おなじみ、ラジオネーム、トーコさんしかいないじゃない。お話です。うん、まだいいとかあるの？今回はタイトルのようなものもあるようですね。では、早速タイトルから読んでいきます。弟は熱く燃え、母は息を吐く。ダブルダブル。トナコには何もできぬ。一人離れよくトナコ。暗闇には一筋の光も見えぬ。あそこに見えるは怪物か。招こうとも動きはせず、醜い面は面影をも見せぬ。うちな？先には島も色もなき。どっちだも。この手紙が入ったか。先にはついてはいけず、さまよう者の骨一つ。変わりゆくのは、あ、それを今読んでるのか。うわい。それを今読んでるのか。早く言ったのか。傍らに置こうとも、鏡に映るは暗闇。落ちれや落ちあれ落ちずとても、生きゆく先は何もなし。動かせないのこれ。父ちゃんが動かしてんのか。そう。カタカナでもされると、トナコの闇。なんかボボボ言ってる。ボボ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 ボ銀のテープですか、金のテープですか、誰どこどこさん元気ですか。俺は鬼川春夫、トナコの闇は絶対読むな、読んだら死ぬ、俺にはもう時間が、読んじゃったからダメだったんだが、バトルの読んじゃった、ああニュース一冊、深いブッ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 、これバッドエンドかな、バッドかな、これはバッドだと思う。なになになに、え、なになに、え、左なに左なに、おい、うわエンディング3、3、
ちゃん。あ、すべてのカセ、あ、カセットテープはもう6つしかないんだ。あ、そうなんだ。だから7つはないんだ。はあ、やっぱなトナコってなんだ。トナコの闇ってあるでしょ。呼んだらやばいやつ。やばいって具体的には、お兄ちゃんかな、これ、おちゃんかな。なんかトナコの闇の歌を歌ってる人いるよね。声出して読むといけないらしいですよ。トナコの闇っていろんな人が付け加えたり、変えたりして元の歌がどれかわかんないんでしょ。死なん。おいー、どうしよう。騙されてマジログしてしまったんだが、トナコの闇。弟は熱く燃え、姉は大きい気を吐く。トナコには何もできぬ。一人離れるトナコ。さっき読んでたね、これ。暗闇には一人ずつ羊の一人も見えぬ。あそこに見える怪物か。招こうとも動きはせず、醜い面は面影も見せぬ。先には島も色もなき、白きウサギにはついてはいけず、さまようものの船一つ、変わりゆくのは己か誰か。怪物そばに置こうとも、川見に映るはおさきらきらきらき闇。落ちれや落ちれや落ちずとっても、行き着く先は何もなし。いや、ほんとそういうのやめろ。しめ、お、親切も何でもないからな。おいもしてたらやばいだろ。ご主人様。録音にトナコの闇は飲むなって入ってたらしいよ。トナコの闇って初めて聞いたんだけど、喋ったら怖っ。トナコの闇って呼んでみようかな。マジでやめとけ。呼びたい人には言わせといたらいい。その録音した人って何者？その人どうなったの？トナコの闇を寝てやばいと思ってとっさに録音したらしい。いけないってやばいと同じではないですか。どうなるか教えるべきではないでしょうか。その人そこない？マジ神じゃん。トナコの闇を声に出して呼んだ人は死ぬんだよ。俺死ぬじゃん。うち死んじゃう。死ぬのか俺。ここからすりが立っていないぞ。死んだからかな。みんな死んじゃったのかな。しのすけ、あと頼んだぞ。さよならとおっちゃん。いや、受け入れるな。さよならとおっちゃん、足の臭さを忘れないぞ。もっといろいろ覚えたことがあるだろう。え、どこで分岐したんだろうな。うわー、どこだろう。ラジオ音とか入ってないしな。うわ、そっか。鍵開けてないと、おっぱいだじゃん。これが、なんていうのかな、みんなが最初に行き着くとこなのかな。でも、3だったしな、エンディングが。なんかずっとセミ泣いてんだよね、でも。なんでなんだろう、ね、泣いてる。これ音楽鳴ってるから、トゥルーじゃないって、トゥルーではないか。待て入れよ、大マンモスです、オロさん。本当だ、いたよね、前。前もいたぞ。これセミ別のとこで鳴いてんのかな、これとして。あ、この画面ではなく、実は父ちゃんの背中についてたりするとか。やめてくれやめてくれ。別のなんかセミの鳴き声のなんかその動画でも開いてんのかな、これ。エイブリエル。作業セミの鳴き声動画みたいな。作業進む？まあそういうのが好きな人もいるだろう。でもほら、カエルの鳴き声みたいのちょっと寝れない夜に聞いたことはあるぞ。いやー、それもなかなか聞かないと思うぞ。あ、なんかその、でもキジバタの声だったら聞いたことあるな。あー、ポッ、ふー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 、朝鳴く謎の鳥。謎の鳥、ラジオ体操で絶対に聞く鳥。でも多分セーブが入ったってことは多分途中からやれると思う。途中からできそうな感じがしますね。途中セーブはどの作品からなんだろうね。あ、続きからだ。どっからできるんだろう。どっかセービングって書いてある。え？あれ？続きじゃないの？最初からじゃないか。ラジオの強。あれ？これ自分、ああ、どっからこれ、あ、こっからか。ああ。持ってるね。あ、ネズミ？あ、ネズミだ。穴があるって書いてる。穴があったら履いて。何を取るんだ。あ、ここか。ここなのか。ここだ、ネズミさん。あ、でもネズミさんなんかあるっぽいね、ここ。穴があるから入れるのか。え、はい、入らせてくれ、入らせてくれ。あれ何？鍵か。鍵だ、鍵だ。あ、あれが電波塔に入る鍵かな。でもボイスレコーダーも使ってないしな。これでもボイスレコーダー最後に使ったやつじゃない？あ、そういうことか。これどうやって入るの？これ穴がある。なんか、あれかな、
ペンチで穴を広げるか、そこに何か棒的なのを突っ込んであれを取るか。そこに棒ちゃんを突っ込む。棒。僕の鼻水で取る。あ、それは一番現実的かもな。うん、坊ちゃん連れてきたらよかったぞ。これ誰の車なんだろう、これ。でも登場人物が本当主人公がいないんだよね、今のところ。ネズミさん、これ何食べてるのか。うん、もしよ。うん、だ、次からも、この硬いカップ麺持ってくるんで。穴がある、どうするんだ、穴があるんだけど。なるほど。これを取るってことは何かまた別のアイテムがあるのでしょう。なんか赤い液体流れてんな、これ。なんか赤いね。うん。南京錠で、いやでも穴があるってわざわざ書かないか。うん。南京錠はないのかもしれない。ここから取れそうなもんだが。うん？こんなもん手で広げられるだろう、この穴なんか。入ろうと思ったら入りそうだけど、マジックハンド的なものがあるってことかな。うん、マジックハンド的なものがありそうだ。別のとこにあるのかな。でもこっからわざわざこう再開させたことはやっぱりこれが重要なんだろうな。うん、なんかありそう。なんで穴があるだけで入れないんだろう。わ、カタカナを全部つなげるとトミノの地獄ってなるんだ。へえ。うん？どっか別のとこにあるのかな。この車もっと調べるか。反対側？ああ。なんだろう。ん？ん？またブラックライドか？違うか、ちょっと他のとこ行くか。ん、なんだろう。今のところこのゴミ捨て場と、その電波塔の鍵がないのか。あれはどこの鍵なの。そうだよね、あれは何の鍵なの。この先はなんかオーナーの池やな。あの、あそこもなんかまだ中に入ってない。父ちゃん運転が上手くなってる。いや、それ慣れるよ、そりゃこんだけやってから。こりゃゴールド免許も、もう父ちゃんゴールド免許かな。うん、なめんなよ、俺は。あ、結構敷地広いわ。おお、なんかありそう。なんかペンチとか置いてねえかね。なんか確かにここだけは中入ってないからな。うわ、虫取りできそう。電波塔に行けば自転車の鍵、自転車の鍵で行かないと入れないじゃない、そこに。そもそも何自転車なの。だから電波塔に入るときになんか自転車の鍵とかあったじゃん、なんか。なんであそこに自転車の鍵なんだろうね。うん、んー、ないなー。ないか。そんな同じとこに落ちてるのかな。はい、今だったら電波塔に入れるってことか、つまりは。電波塔を向かいますか。絶対あの穴から通るのかな。なんか絶対そうだよね、わざわざ穴開いてるなんて書かないもんね。行け、ヒロシ。よし、任せろ。
レビューになっちゃうけどいいかも。行き。エンジンかけてんだよな、んか知らんけど切るけどね、うん、かけるっていうのが父ちゃん、どっちだっけ、こっちか、こっちだ、こっち、あ、自転車の鍵やっぱねえ、ねえよ、やっぱ入れないよ。でしかもこの中に自転車の鍵あるんだったら、ま、なおさら入れないよ。あ、こんばんは、どうもどうも。どうもどうも。どんな鍵だろう。ああ、これあれか、なんかタイヤに引っ掛けるタイプの鍵か。電波塔に行ったら幽霊に会うんですよ。電波塔に行ったら幽霊に会う？え？幽霊いたの？まあ、幽霊のテープ聞けってこと？もう俺幽霊嫌だぞ。正解を言ってると言ってないってことか。やっぱまあ開くわけはないよな、普通に考えて。やっぱあの穴から取るしかねえよな、やっぱり。いや、あのネズミさんのとこの鍵はここの鍵。で、その横についてるあの南京錠はどこにあるの？一回幽霊出てくるとこまでテープ入れなきゃいけないってことか、ひょっとして。あ、あの窓にへばりついてたとこ、あれ何番目だっけ、 3？ 飛ばすもん、これだこれだ、まさきのホラーの話。はい、始まりました、ホラーの話。今回はどんな話が出てくるのか。あ、まだだ、手紙を読んでいき、ラジオネーム、トウコさん。ラポーンの月だっけ。まあ、まあ、この、今回も。どこ？あ、全部飛ばすわけじゃねえのか。息継ぎだけ聞こえると。あ、ナナノさん。ナナノさん。ナナノさん。ここではまだ起きないんだったな、それは。謎は全
べて電波塔で起きています。その電波塔に入れないの、怖い。まさきのホラー、このかホラーな話。まだこれ、どの辺だっけ、どの辺だっけな。あ、これでやっぱこうなって、まだか。で、次か。次ちょっとな、注意しないとな。あ、ほら、来た来た。これだ、これだ。七子姉さん、会いに行くよ。七子。はい、どうも。七子ね、うん、はい、どうも。はい、どうも。まさきの、ほら、しんのすきです。ほらの話。最近このラジオの反響がこれで入れるのかな、嬉しいばかりです。ありがとうございます。ということで今回も読んでいきますよ。はい、今回も同じラジオネームトウコさんからです。やっぱもうダメじゃん、ダメじゃん、これダメだ。いつもみたいに誰の、そういうことじゃないってこと。次見たらどうなったっけ。あ、次見たらもう終わりだ、終わっちゃうもんね。そっか、最後に行こっか。なんかブラックライトとか照らしてみる。そうするしかないか。何もなさそうだな。ないか。結局でもあの鍵をだから取らないといけないだろう。うん。次聞いたら坊ちゃんが溺れちゃうから。うん。うわ、なんかあるぞ。ハテナって出なかった今。あ、出た、出た、出た。ん？ん？いや違うな。気のせいか。なんか今。出たよね、気のせいか。うん、ハテナ出たよね。なんか一瞬見えた気がしたぞ。うん、おゆゆ、うん、反対側ってこと。やっぱりあそこの鍵を取らなきゃいけないよ、やっぱり。
よし。普通はでもだからあの状態に入れるんだな多分な。でも多分オラたちは今なんだろう、誰しもが一番最初にたどり着くルートを行っている気がするぞ。うん、間違いないな。間違いない。鬼で鬼川まさきです。まあ、こう置いといて、置いといて。あ、出れるか。うん、置いといて。ここに行くんだな。お、なんか近づけ。お、誰だ、誰だ、誰だ。飛び降りがったぞ。え、なんか誰、変な音鳴ってる。あ、鍵ある。お、落ちてる。行くの。あれ、さっき下やったよね。今の誰、まさき。わかんねえ。なん、飛び降りたの。飛び降りたけど、なんか、なんで下に流がってんの。なんで下に流がってんの。あ、はて流がってぞ。え、ひばさみ、何これ。これで取るんだな。あ、それで鍵を取るのか。うん、マジ感動だ。もう一つなんかあった気がする。上に上がる。お、上に上がる。大丈夫、死なない。まあ、でもこれはこれで死ぬエンドなのかもしれない。上がってみるか。ちょっと上がってみよう。まあ、まあ、はてなあるよね。これがあれじゃないの、上に上がるこれか。うわー怖い、よく登るな。いやー、もう一回ね、景色を見た方がいいからね。いやー、いやー、いい眺めだ。あ、よく見渡せます。あ、最後のテープ。何これ、最後のテープ。あ、テープ、これ。うん、テープされてる。でも、その聞く前にやっぱ火バサミ取らなきゃいけないよな、火バサミで。なるほど、うん、じゃあ次行くのはネズミさんのとこ。うん、うん、ネズミさんのとこ行こう。チューチュー。あ、早山さん、ありがとうございます。それで、これで多分フラグ立ったと思いますね。だいぶなんかラグがあんのかな。ゲームにはやっぱ全部フラグですな。フラグでできていますからな。いや、でも、ひばさみで取るんだろ、穴から。大丈夫、危なくないって。もう危なくねとか言ったら、そもそもこのゲームやってないんだよ。ぜーぶ危ないぞ、これ。なんでこのセミがずっと鳴いてないか、ずっと気になるよ。しらやってるぞ。こっちだっつ、こっちだっちゅーの。曲がれー、曲がれねー、曲がれー。よします。失礼します。いらっしゃいませ。ん、またお邪魔するよ、ベッキー。ごめんね。で、これで取るんだな。取れるかな。よし。お、取れた。これどこのかな。あ、南京城の。そこの鍵か。ここの鍵かよ。なんでこの中にこの鍵があるんだよ。え、なんじゃそりゃ。どうやって出たんだよ。テープデッキ。巻き戻しできる。さっき拾ったやつを入れるのかな。そういうことかな。あ、逆再生。なるほどなるほど。はいはいはい。
ほんで？あ、だこれをだから直したテープだからすごい聞くんだ。それを再生するんだ。あ、これで7全部見れるぞ。よしよしよし、これで全てのフラグが立った。さあ、俺たちは真実にたどり着くぞ。真実にたどり着くぞ。でもこれ3ってことはあと2つあるってことでしょ。まあそうだな、うん、これがだからトゥルエンドのかな。なんかトゥルエンドっぽいよね。なんかトゥルーっぽいな。電波塔に登ったら幽霊に突き落とされるエンドが。俺もそれ思ったわ。トゥルーダス何なんだろう。トゥルーダス、あれ誰だろう。あれがマサキの動き。主人公とマサキしかいねえんだもんな。オーナーも姿を表さないし、マサキ死んでるし。あ、死んでるよな、自殺したんだよな。うん、あれだよね、なんかまさきさんはラジオが終わってすぐ死んでて自殺なんじゃないかっていうので、よし、この人は真実が知りたいと、うん、その通り。よし、これを再生しておさらばだ、すべての会議から。あ、怖そう、うん、あ、ちゃんとこれついてる。あれ、暗い。あれ、どこだ。なんかチカチカしてないぞ。あれ、なんかライトの横じゃなかったっけ。テープ消えてね。あ、テープない。うわ、ほんとだ。テープどこ。え、放送室で再生。あ、ここか。こっちにあるわ。ほんとだ。手紙読まない方が変わってる。手紙読んだら終わるな、これな。うん、トナコの闇。結局4回。うわ、読んじゃった。読んじゃったぞ。何もできぬ。一人離れゆくトナコ。暗闇には読んじゃダメだって。読んじゃダメなのに。あそこに見えるは怪物か。マネコートも動きはせず。手紙で読むか。面影をも見せず。あ、でもそっか。読んだ。うん。まさきちゃんの死ぬまでが記録されてるってことか。さっきは自分で読んだってことだな。そうだよね。そうだよね。己が彼が怪物傍らに置こうとも。鏡に映るは暗き闇。落ちれや落ちやれ落ちずとても、生きゆく先は何もなし。うっ、おお、結局食らうのか。結局食らうのか。うっ、えまさきはこれを読んだから知らない。あの歌にどんな力があるかわからないが、調べてもらう必要がある。警察にどうにかできる問題か、これは。帰れるのか。ちゃんと帰れるの。帰れねえだろ。怖い。事故って死ぬだろ。本当に帰れるのか。帰れるの。あ、これは運転しなくていいんだ。それは助かるぞ。なあ、めんどくせえからな。あるわさ。あるわさ。鬼川まさきの兄のハローって言うんだ。が一つのテープを持った。これを聞けばまさきの死の理由がわかるはずだと言って、俺はその場でそのテープを、俺って、うん、テープをハローと一緒に聞いてみると見ることにした。しかし、いくら再生しても何も流れることはなく、そのテープには何も録音されていなかった。なんだって？どういうことなんだ？慌てるハロー。そんなはずは。などとブツブツ何か独り言を言ってるかと思えば、急に一枚の紙を渡してきた。この紙を声に出して読んだからまさきは死んだんだ。本当はテープにはそれを裏付ける録音が入っていたんだと。紙を受け取ると春は急いで書いていった。真剣な目ではあったが、下手そうからかってるのか。こんな紙に書いてるような詩一つのだけで人が死ぬはずがない。もしそんなことが本当に起こるとしたらたまったもんじゃない。紙をじーっと眺めていると怖いが出てきた。先輩、何見てんですか。あ、川口。いや、川口のやつか。なんかこの詩を声に出して読むと死ぬんだとよ。え、
迷信かなんかですか先輩、そんな本当に信じてるんですか。いや、口調が完全に川口なんだよな。口調が、うん、フラグ立ってるな、うん、ギャハッと笑う後輩、絶対川口です。先輩、読んでみてくださいよ。うるせえな川口、そう言われたか、なんだか読む気にならなかった。もちろん信じてなといないが。先輩怖いんすか。なら俺は読みますよ。やめろ川口。笑いながら後輩は紙を手に取った。一気に全て読んでしまった川口。その間何も起こることはなかった。何かが起こるとは思ってもいないが少しほっとした。何も起きなかったな。やっぱいたずらだったのかも。そう俺が言うか言わないかの時だった。急に悲鳴を上げ川口は倒れてしまった。大口のやつ。川口はそのまま帰ろうと思ってしまう。川口なら川口。そして気づいた時にはあの紙もなくなっていた。あらららら、あの死は一体。あ、エンディング、エンディング1なんだ。1、2位なんだろ。2位、2位はどうやってだろう。だからあそこで手紙読むしかないんじゃないか。俺で手紙を読むか。もうちょっとトイレで来ていいか。行ってらっしゃい。ちょっと一瞬ね、一瞬だけね、うん、踏ん張ってきて。うん、うわぁ、2位は何だろうな。にはどうやって行くんだろうな。まああのまま手紙を読むとって感じかな。多分そうだよね。合ってるかな。でもあのまま読むとエンディング3人と同じになっちゃうかな。あ、戻った戻った。おかえりおかえり。うん、ちょっと指をちょっとドアにぶつけちまったな。痛い痛い痛い。それは痛い。うん、これどの板、多分あの七子の、うん、トナコの呪いだこれ。うなこ七子、うん、難しいなこれ。難しかったな。難しいってか、あのね、車の運転が難しい。なんかオラも一番それを思ったぞ、うん、謎解きってオラなんとなくだけ聞いてたんだけど、うん、そんなことより運転が難しい。運転がむずいわ、うん、で続きから父ちゃん、あの、うん、手紙読めばいいって言ってたけど、それエンディングさんと同じになっちゃわないかな。俺もそんな気がするんだけど。でもあれ以降にあるか、あれ以降にあるか。ある日またこれ読むんだ。逆になんで一番最初これを流すの。どういう、うん、警察はどっからだ。まあ、やっぱここからか。やっぱここからなの。なるほど、ここから全部が分岐してるってこと。あ、でも、あ、でも一つしかないわ、テープ。ふうふう。あ、ボイスレコーダーやっぱ使ってねえわ。うん、ボイスレコーダーをどこで使うんだろうな。なんかもう下にあったね、今。なんか下にハテナあった、今。気のせいか。あ、これ直してあるな。もう直してある方か。うん。ボイスレコーダーをどっかで使うんだよ。何を録音するんだろうな。これ最後の場面で、うん、あの、なんだっけ。音声だけ入ってたんだっけ。だから、あれ流したときに録音、ボイスレコーダー録音したらいいんじゃない。あー、なるほど。さっきなんか流れなかったっすよ。もう、ほんとにもう運転が一番難しい、マジで。これが一番難しそうだぞ。いや、難しい、このゲーム運転が。ちゃんと俺も免許取り直さないとな。教習受け直さないとな。うぅ、こっちじゃねえ、そっちじゃねえ、僕やろ。曲がれ。
ぞ。お前が運転してるわけじゃないのか。俺が運転してるわけじゃないけど体が揺れてるぞ。それぐらいしか思いつかないもんな。俺エンディングさんの時って何に使ったんだっけ。だからあれは何も使ってないんだよ、うん、ただ読んだだけなんだよあれは。軽トラのドライバーと会いたくねえな、もうあのアンちゃんとは。もううわー行ったね、うん、あいつさんの名前あるはずなんだけどな、なんだっけな。これは登れないのかも。あ、登れるな。上に何かあんのかな。ただ落ちてきたやつが何かわかんねえもん。あれ落ちてきたやつ、あれ何なんだろう、うん、何なんだろうか。上に何かある、何もない。やっぱこれ以外ないよね。マリカよりむずいぞ。マリカだったらもっと簡単にドリフトとかできるわ、うん、マリカより難しそう。グランツーリスモとかできないな、多分な。やっぱ録音を試すしかないらしいな。試してみるか。うん。貝岡さんもしてるわけじゃないんだ。だからボイスレコーダー取らずに手紙読んだら、だからそれはエンディング1に行っちゃうと思うよ。最初ってボイスレコーダー取ったっけ最初。最初なんか、何かで使ったような気するんだけど。あ、冷蔵庫に入ってたのがボイスレコーダーだっけ。うん、そうそうそう。これ流しちゃうと、トナコの闇、弟は厚く燃え、あ、これボイスレコーダー、これで録音できないかな、録音できないかな。一人離れゆくトナコ、暗闇には一筋の光、手紙も出てきたぞ。あそこに見えるは怪物か。これダブルダブルでいっちゃう。動きはせず、見にくい面は面影をも見せず、先には島も色もなき。読んでみるか。もう訳わかんないぞ。もうなんかすごいことになってるぞ。変わりゆくのは己か彼か。怪物傍らに置こうとも、鏡に映るは暗き闇。落ちれや落ちやれ落ちずとても、生きゆく先は何もなし。あ、閉じちゃった。おこれさっきのになっちゃうやつ。あ、バグったバグったバグったよ。バグってる。選択肢バグったよこれ。うわ、ほんとだ、ずっと出てる。これはもうさっきと同じだな。はい、まだいいが、ずっと出てる。まあ、手紙うわ、バグでした。手紙読むしかねえな、やっぱ手紙読むしかねえわ。手紙を読む。でもボイスレコーダーマジでどこで使うんだ。最初のエンディングさんの時にどうやって使ったんだっけ。あ、そっか、あれは手紙を読んじゃったのか。だから使ってないと思うんだよな、まあ、とりあえずだから手紙読むか、手紙を読んでみようか、うん、これ問わせねえのかな。あ、謎がやっぱ多いな。謎ですな。謎が謎すぎてよく分からないんだよな。うーん、2がトゥルー、うん、いやーもう2が、1がトゥルーなのかな。あれか、川口のやつが死んじゃったパターンか。うーん、川口はバットじゃないと。
チラザードは本当にだから他の人の考察とかを見るまでがチラザードだからな。そうですね、確かに。こういうのってマキトさんのね、あの考察とかおすすめなんでね。ほら、絶対、絶対見てるから。うん、読んだらまずいんじゃない？読むしか選択肢ねえもん。読まなかったらもうまずいんじゃないとか言ったらもうこれできないから、もうこういうコラーゲーム全部あんな時あれボイスレコーダー何使ったんだっけ、なんかで使ってたんだよな。使ってた ?1 回目の時なんかね、どうだったっけ。使ってないと思う。自分が録音しててそれが別の人のところに出回ってたんだっけ、みちゃんの人たちに。あ、録音してたのあれ。その描写あった、なんかそんなのなかったっけ。いや、だからもうあれもなんか重なってて分かんなかったんだよな、なんかラジオの音声となんかわちゃわちゃしてたよね。うん、え、そんな録音してた、後ろで録音してたみたいな描写あった。ラジオ、いや、なかったと思う。うん、なんか持ってるだけって感じ。持ってた、そもそも。警察はそう、多分もうあのアイテムのとこに入ってたらそうなるんじゃない。持ってたっけあれ、あの冷蔵庫で見つけたやつでしょ。うん、だから持ってるだけだったよね。だからそうそうそう、アイテムのところにあったっけ。父ちゃんが洗濯して手に持ってはなかったよ。うん、だから使ってないよね、全く。1回目多分。エンディング1がエンディング2があるからね。あのカチ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 すんのは、うん、エンディングすぎて進行が追いすることにとトナコの闇を飲むなと録音してます。え、もうだからぐちゃぐちゃになって分かんなかったのか。ぐちゃぐちゃになってそんなこと言ってたのか。なんか読んでる時に危ないと思って、なんであれだ、ネット民がなんで録音したのが残ってんだってなって。あ、なんかその溺れる時に録音してたのか。そうそうそう、そうだから、それはわからないわ。主人公がなんかやばいと思って録音したらしいよみたいな話があったような気がしなくもないって感じ。で、この手紙を読むしかねえよな。うはい、手紙。トナコの闇。弟は熱く燃え、これは自分の声か。姉は息を吐く、うん、トナコには何もできぬ。なんか一人離れるとジブリ作品出てきそうな声だな。暗闇にはなんか出てきそうだぞ。光も見えぬ、あそこに見えるは怪物か。ジブリ作品でもありそうな、ありそうな声の文章。そうそう、なんかありそう。面影も見せこのよくわかんない文章。先には島も色もなき、白きウサギにはついてはいけず、さまようものの骨一つ。でももうこれがエンディング3になっちゃったらもう怪物かボイスレコーダーを拾わないっていう選択肢しかもないよね。落ちれや落ちあれ落ちずとても、え、広がん、うん、行き行く先はそれは関係ないじゃない。だからもう最初からやって冷蔵庫に開けないっていう設定になっちゃうぞ。うん、え、そこまで行くかな。続きからやるだ、あれだからそれはないと思うんだよな。うわ、また坊ちゃんになっちゃう。脱出できるのかな、脱出もさして。あ、こっからワンチャンありそう。ここで動けるってことは
これボイスレコーダー入れる？これテープ入れれないね。直したテープ？入れれない。もう待つしかない。もうあの上に乗っちゃえ。ブラックライト、もうあの出てくるとこの上に乗っちゃえ。父ちゃん、あー出てきた。こんにちは、こんにちは。これ誰なの？これは誰なんだ？これは俺は誰？どうこ一緒だよね、やっぱこれエンディング。これはなんか酸臭いですな。いやー、俺は及川春雄。あ、録音してるわ。その子の読みは絶対読むな。あ、録音してるわ。読んだら死ぬ。俺にはもう時間が。あー、握手しようって言ってるぞ。ポポ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 ポ、この顔、このこのラジオ局、深い。かい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 。一緒だよな。うわ、さんくさいですな。一緒だな。なんて言ってんのこれ。わからない。クジラ。うわ。忘れてたぞ。めっちゃびっくりしたぞ。同じだなこれエンディング。これ逆再生されたやつそのまま見るっていうのはダメなの？ああ、そっか。いやでも、もうあの時点で逆再生されてるんだよ。そしたら、そうだよね。続きからやるに戻った時点でもう なってんだよ、逆再生に。2はないのか、ひょっとして。エンディング2は1,3 だけみたいな。そんなことはないよな。このラジオ塔から飛び降りた人が全然わけわかんないし、まずラジオ塔が全ての異変の原因ってのもそしたら解明されてねえんだよな。よく考えた。あ、確かに、それが2で解明される的な。じゃあラジオ塔か、やっぱり。あそこ何もなかったもんな。もうあれじゃ何もないよね。なんだろう。謎すぎる。謎すぎる。声に出せなかったら死なないのかな。見ただけだったら大丈夫ってことか。もうみんな読んじゃったからね。いやそのまま流す、そのまま流すにしても結局だから戻った、あの続きからがもう逆再生されちゃったんだよ。俺また最初からやるってなってもどこからなんだろうな。あ、戻せるのかな、あのビデオテープで戻せるのかな、逆再生を。逆にこう逆再生のままに。ああ、なるほどね。これぐらいしか、逆再生をそのまま流すか、それがまだ見てないところがあるのか。ボイスレコーダーを最初からやってもボイスレコーダー拾わないっていうパターンか、あとなんだろう。そこまで戻る、イノシシはそこまで戻る必要ねえと思うんだよな。続きからがあるからね。あとなんかあったかな。分かる方いらっしゃ、分かる方いらっしゃいます？でもなんか逆再生そのまま流すパターンが濃厚な気がすると。まず防止することは録音の仕方がよく分かんない。録音が自分ではできないからな。なんかあれ何のために持ってるのって聞かれたら、もうなんかこの最後のシーンで使うぐらいしか裏は分からない。分かる？坊ちゃん。僕も分からない。分かんなかったら知らないよな。セミが鳴いてますな。そうだ、セミもさ、ミシンだよね、ずっと鳴いてる。夜に鳴いてるっていう。夏をアピールしてんのかな。まあ、夏には持ってこいって感じですな。夏の暑さ、夏の暑さってやっぱセミの声でより熱くなってる気がするんだよな。
なんかわかる気がするぞ、うん、もうこれあれでね、もう逆にだこの続きからで全部の人間いけると思うんだよな、いつもおそらく消えた。治ったのが逆再生に戻るのか。でもハテナって書いてるからできそう。お巻き戻し、巻き戻しさせてくれ。できない。できないの。おい、ハテナはずっとハテナ。あ、なんか穴関係ないか。もう取ったからな。何だろう。これはただのテープデッキじゃないもんな。わかんないな。よし、なんで新之助の声でイライラしなきゃいけないんだ。これ息子の声だぞ、これ。ボイスレコーダー取らずにって、もう最初からやり直せってこと？あ、やっぱりそれめんどくせえぞ。それめんどくせえぞ。でもこれ全部回れなくてもいいってことは、あ、そっか。でもどっちみちビデオテープ取らなきゃいけないのか。うん、最短でいくとすれば、それボイスレコーダー取らん、それやっぱしなきゃダメ？これ取らなかった場合、にちゃんに流れることもないってことですかな。主人公も自己死ってことで片付けられちゃう？うん、あ、ボイスレコーダーもないわけないのか、これ。だから最初の、最初からやるってことでしょ？それしなきゃいけないこれ。じゃあ続くから仮にこのボイスレコーダーを取らないって選択肢に。続くからの意味がなくないか、それ。だったらチャプターで選ばせてもらう。確かに。知らずさんはこれでチャプター制にするかってなったのかもしれないぜ。仮にまた最初からするとして、いいスタート、いいスタートして、それが本当に正解だ。鍵を取りに行って、鍵で開けて、めちゃくちゃ時間かかるぞ。めちゃ時間かかるぞ。ボイスレコーダーが重要分岐アイテムだとしたら、あんな簡単に見つけちゃダメでしょ、うん、内部課金なわけないだろそんなないよ、内部課金。てか亀山さんは知ってるんじゃないのか、全部を口ぶりから言うと。そういうことではないのか。なんか知ってそうな感じがあるけどな、うん、ってことはこれが正解だったら最初から読まなきゃいけないってことだぞ。さっきボイスレコーダー持ってたからいけないんだ、この状態でじゃないか。確かにこれで読むと、トナコの闇、弟は熱く燃え、姉は青き息を吐く、トナコには何もできない。さっきは持ってたけど、一番最初に3を聞いたときは手にも持ってなくて、アイテム欄にあるだけだったから、結局はエンディングさんになっちゃうのかな。醜い面は面影も見せぬ。先には島も色もなき、白きウサギにはついてはいけず、さまよう者の骨一つ。父ちゃん、今日寝る前にこの詩読んでみてよ。やだよ。やだよ、覚えられねえよ。なんか嫌だよね。落ちねえや、落ちねえや、落ちずとも、でも行き行く先は何もなし。ラジオネーム、トーコ。ここまで言わなきゃいけないか。同じだもんな。また、膨着こす。ここから先に行けないのか。行けない。あ、おさわり禁止なんですな。なんかいる？いた今。あ、いたような気がする。いた？
んかいた気がしたけど、気のせいか。カッパ？うわ、あなたが落としたのはこの金のビデオですか、銀のビデオですか、どこですか。トコさんですか。このシールは何？赤味噌です。赤味噌なのこれ。ほらでいい出しを。なんかドアに反応しないけど、ドア開けれそうな気がするんだよね。ドア開けれるの？あ、結局、あ、録音しちゃうんだ。あ、結局録音してる。絶対読むな。で、これで持ってなかったら、どうなるの？もう時間が。握手して終わり？うわ、これは歴史ですか？赤味噌で歴史か。一緒だからちょっと一旦やり直す、消してやり直すわ。ちょっとそんな面倒くさいことしなきゃいけないのかこれ。あれじゃないかな、本当はみんなあの冷蔵庫の取らない人が多いんじゃない。あ、そういうこと。ちょっと取ったことによって面倒くさくなっちゃったのか。でもあんなにかん、あんな冷蔵庫だけの部屋があって冷蔵庫すぐ開けれたら取っちゃうよね。うん、よいしょ。続きからチャプター選べねえのかな。今回は無理なんでしょう。チャプター制になったのはじゃあ最近ってことかな。消去されるぞ、生徒が。いやー、でも考えにくいと思うんだよな、やっぱり。ちょっと見ていい？15メク、なんか。攻略本、ね、攻略本見てよ、これは。攻略本を見ましょう。さすがに。これ申し訳ない、本当に。よいしょ。どうだっけな。でも、セミの鳴き声は聞いたから、やっぱりずっと流してたんでしょうな。ここではセミの声流れてるんだな。うわ、変な虫だぞ。どうですか、父ちゃん。それエンディング分岐攻略。よし、ちょっと待てよ。占いだったらなかなか長い。やっぱりボイスすることは持ってない、いけない。あー、そっからやっぱそれだ。あ、やっぱそれなの。やっぱそれか。あ、でも結構なんか短くいけるらしいわ。あ、そうなの。うん、鍵取るでしょ。で、あそこ開けるでしょ。うん、冷蔵庫をスルーしてテープ取るでしょ。まあ運転がスムーズにいけば。そう、それなんだよ結局な。よし、仕方ない、仕方ない。俺は攻略本ってか攻略サイト、今の時代攻略サイトだよ。うん、そうだそうだ。ラジオの仕事がいつも。どう、警察は。でもそう考えると攻略本とかを作ってた会社はかわいそうですね。いや、あの、もうな、当時は攻略本読んで、なんか、もうゲームやった気になったからな。あそこに載ってる、なんかいろいろコラムとか好きだったんだよな。そうそうそう、敵一覧とか、俺見るの好きだったんだけどな。まあ、そういう動物の森もカタログだけ見てるのが楽しいぞ。わかる。はい、これでね。行こう。ポストに入ってるよってね。俺がうまく運転できるかどうか。そうだ、だとは、父ちゃんのドライビングテクニックにかかってるぞ。さあ、ここは RTA だ。おう、よし。うわ、あ、聞く、10円はどこでしたっけ。10円って。10円は結局ラジオ局だよね。10円どこだっけ。よし、ラジオ局に入って。知ってます、みんな。だいぶ、あの、早川さん、だいぶ、あの、10分ぐらいラグあるよ。
動画今最新まで再生して、でも10分ぐらい長くなるよ。今この答え書いてきた。なんか話通じないと思った。そういうことか。でもこれが分かるのが10分後ってことか。よし、なんか話が噛み合わないと思った。そういうことか。アシュラはあれか。キラーだっけな。うん。おーちゃんだな。いやそらそうだろ。あ、これで10円か。これで公衆電話ですか。そうそうそう。公衆電話の前にまずあの鍵をね。ああ、そうです、そうだ。いいよ、父ちゃん。ああ慣れたもんだ。いいよ、係長。なんでキラの真似をするの。ジュッキー。重いだけで、何が守れるって言うんだ。撃ちたくない、撃たせないで。イラカッコ野原ひろし。俺がやるんだったらやっぱ騒ぎてた。ところがギッチョ、懐かしい。あれどこだっけ、どこだっけ、上。いや曲がらないよ。入らないって。もう一回入った方が楽かもしれないですね。そっちじゃねえって。セミの声って聞いた？うん。まあ今してないの、そういうこと。意味あんのかな、セミの声って。つうかバグってずっと鳴ってたか。本当だ、鳴ってないね、一切鳴ってないよね。うん、合うか。あ、すまない、森川俊樹さんの方はできないんだ。すまないね、我が子たち。案外気づいてない人多いらしいぞ。あ、そうなんだ。なんかそんだけなく元を意識してるってことだ。いやすごいぞ。ほらこの前ズートピア見たんだけど、ニックだな。なんかすごい、あーってなっちゃったぞ。あれ人気あるからな、ニックは。多分乙女の心を射抜いているんでしょう。あれここだよね。俺らの友達ニックガチ恋勢がいるからな。あれ人気だ。これだ。ああこれだこれだ。お前俺のこと好きなんだろってさらっと言うからな、あのキツネ。あれで狂わされた人多いだろうな。あれで獣に目覚めた人多いだし。当たった。よし。
次は、あれか、自動販売機か。自動販売機どこだっけ。あ、でも、最初に通り道だった公衆電話でもいいか。公衆電話どこじゃん。あれ、公衆電話と自動販売機一緒だっけ。同じとこじゃん。これはラジオ局ですね。とりあえず入っとく。うん、これもなんかフラグがあるらしいから、扉がいっぱいあるってことだな。これあれ、なんかここもなんかフラグ関係らしいんだよな。俺また手形のやつしなきゃいけないの。このここ来るだけでいい、うん、あ、ここでさ、ボイスレコーダーここで出ないったんだ。だからここはだから無視していいんだ、うん、あれここで手に入ったんだっけ。そうそう、あ、冷蔵庫じゃなかった、うん、俺ら勘違いか。そう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 、あ、不審な車ある、何これ。うわ、こんなんあったっけ。え、あったっけ。誰これ、あ、これ事故った車だ。あ、あのうん、煙出てたとこか。うん、あ、これがフラグ。うん、ガチのシードファン、あ、そうなんだ。ガチのシードファンだったらもうさっき俺がやったとか最悪じゃん。もうね、いや、あの係の声優変わったんは悲しいよね。どういう事情あるかわからんけど、自動販売機下だ。さっきのお部屋って男の子が出てきていつ拾ったの。その後拾ったんだ。拾ったっけ、うん、怖すぎて忘れちゃったぞ。なんとなくさらっとだけ見たぞ、うん、あ、ここだ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 。よし、サクッと行こう。はい、上を見て、上見て、どうやって貼ったんだ。誰が、誰の言葉なんだこれは。あれって電話から聞こえてきたの。うん、そういうことかな。ブラックライト、これがブラックライト。テレビも叩き割る。あ、そっか、あの、あ、チケット、チケットが、そっかそっか、チケット、だからそのチケットがあの冷蔵庫の中だったんだ。4 2 4 2 7 7 6。はいはいはい、はいはいはい、テープ、よし、
かわいい。あ、なあ、でも見た感じ、そのなんか作画というかキャラ図が変わってたよね。なんか唇がみんな気持ち悪かった、女キャラの。ただ PV 見た感じだとそんなに変わってないように見えたけどな、キャラ図がおかしかった。それは監督が変わったの？いや、監督が変わってない。キャラデザの人が変わった？いや、変わってないと思う。だから癖がついたんじゃない、キャラデザの人も。また、うわー、なるほど。10年、10年経ってるから。恐ろしいよね。なんか最近このアニメ10年以上前なんだって思ったら怖くなってくる時が多いぞ、ほら。あ、そういえば俺は5歳だった。何、何言ってんの？何言ってんだ？何言ってんだ？はいはい。うん、イノシシ、大丈夫だ。イノシシ忘れた。イノシシ耳が。これは手だ、かわいそう、フラグ。そんぐらいするんだろうな。いや、怖いぞ。そろそろドラえもんの声が変わってから10年ぐらい経つよな。もう経ってるのか。もうそんな経つのか。鍵開けて、入って。そっか、まだ入ってなかったね。そうなんだよ。で、冷蔵庫で多分取るんだよ。冷蔵庫にチケット。うん。そっか、これがチケットか、うん、ほら、ここにボイスレコーダー入ってるかと思ったぞ、うん、違う違う違う、違った、記憶喪失だった。あ、ここにもテープあったな、そういうのな、うん、あ、あったあったあった。いや、ボイスレコーダーないパターン気になりますな、うん、あれ、あとテープなんだっけ、ネズミのとこと、なんかあれ、あれだ、あ、そうか、なんかパソコン室みたいな、あ、そうか、日本、そうか、なんか崩れたね、ここでも手に入るんだったな。ただ、じゃあ、あとはもうネズミを、ネズミにあげ、ミッキーが、ミッキーにカップ麺をあげるだけだね。早くしてよね、うん、お腹が空いたよ、うん、さっきのイノシシでもいいよ。めんどくさいよ、虫臭いよ。食い散らかしてるネズミちゃん見たくないな。昔のしんちゃんに映ってるよな。ああ。ちょっとしたら。矢島さんの方だな。どうだぞ、オラだぞ。それは昔の方、だいぶ昔の方だぞ。初期しの昔だ。昔の昔だぞ。ちょっとなんか棒読みっぽいやつ。そこはやっぱり森川さんが寄せてるんだろうな。よいしょ。でもなんかだいぶ言い回しとか寄せてんだろうなって思うぞ。あ、しまったしまった、自販機だった、自販機、あ、自販機だ、自販機だ、そうだ、そのためにチケットも取ったんだ。行ったり来たりめんどくせえな、やっぱり。なんかもうマップ出してどこに行きますかってなってアイコンタップしたらそこに行くのが一番楽だよね。いや、ほんとそうしてほしいわ、もう今そういう便利なゲームばかだからさ、いちいち移動させないんだよな。もうそれに慣れちゃうとさ、もう昔ながらのゲームできないよな。うん、確かに自転車で移動させたがるよね、ちっちゃいやつさん。
せたがり。ポケモンすらワープできるからさ。確かに。俺はやったとき感動したぞ、ほら。ここだ。頼もう。あそこのビデオの自販機って本当はスキベなやつじゃないんですか？そうだよな。なのに東子さんなんですか？うん。どう考えてもこれそれだよな、うん、スキベなやつだよな。なんでお前がそれ知ってんだ？うん、なんか都市伝説を聞いたことがあって。あ、変わった。他のメンタ、え、なんか変わったぞ。他のも変えるんだこれ。あ、そうなの？いや、ミッキーにとんかつ弁当なんていいや、いいもの食わしたくねえんだけど。とんかつ食べるんだ。うん、これは僕が代わりに食べるんで、とんかつ弁当。そんなことしたら、どうなるか分かってるよね？うん、知らない。このとんかつたま、さっき聞いた、あれじゃない？さっき聞いたイノシじゃね？あ、ウィフナイノシ。誰か分かんなかったよ。あのイノシシの首を落として被ると、うん、人気者助だな。チャタツモーシン、チャタツモーシンちゃんになるか。よし。あれもう事故ってますな。食い物変えれるんだ。うわ、事故ってる事故ってる。あ、これも結構か。はい、どうぞ。はい、どうぞ。贅沢なもん食いやがって。カップ麺からだいぶ格上げされましたね。うん、これ全部か。1,2,3。 あ、これだから最後に1,2,3,4。 ちょっと高いな、これ。気になりますな。よし。じゃあ、あとはこのテープを流して。あとは聞くだけ。うん。うるさい、うるさい。はいはいはい。は生まれスキップスキップランランラン。スキップスキップランランラン。ふり。今日幽霊はその子。7の1。あ、もう一本か。はい。おお、ガサガサ。はい、今回もやってきました。ホラーの話落ちてますな。今回も手紙読んでいきますよ。あれ、これラジオネーム、トウコさんからの手紙。ここは何もなかった気がする。この人前も送ってくれた人ですね。前回の話、テープどこだっけ。ったので今回も楽しみですね。これは、いとこが確か中学生の時。テープ。いとこは家族が病気になり、とても気を落としているそうです。離れかな、として。いとこはその時のことを人生で。あ、そうだそうだ、あのパソコン室みたいなとこに行って、うん、画面叩き割るんだ。そうだそうだ。攻略情報のところとだいぶ変わってるわ。攻略情報なんかこれ多分初期のやつなんだろうな。あ、まだついてないわ。ブラックライトだっけ？え、違うか。あ、
下の方になんか画面が一つだけ変だみたいなこと言えなかったっけ。うん、だ今は光ってないんだよ、それは。あ、これか。あ、なったなった。ぶっ壊せ。ぶっ壊す。オッケー。よし、これで準備 OK。 昨日はシーニーをぶっ壊して、今日はパソコンをぶっ壊す。なんでしまったの、今。毎日家に来ては、いとこの苛立ちや不安に寄り添って話を聞いてあげたり、学校でのいつも、もう全部スキップさせてくれ。なのに、なのに、なのに、はい、こん、はい、何よ、もう RTA、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 ラプーンは、あ、足音が参加、はい、足音してますね、足音してる、こん、あ、へ、これでパン、パンかな、パンだな。長いな。パン、はい、パン。パン。パン。これでコンコンコン。それ7個。私には弟しかいなかった。の方々ですね。これって絶対見なきゃいけないの？前の手紙でも何個かありましたね。まあ、見たらフラグ？はい、こんにちは。ええー。これな、最後の人と違うわな。話が飛ばしてしまうので、これ別の人なの？気にせず読むように。はい、次最後だな。はいはいはい、最後だな。あ、7の子、7の子、うー、鬼川まさきです。鬼川まさきです。はい、急にフルネームもらいました。ふうふう、よし、さてさて皆様、ここからですぞ。ようやく楽しいた、お待たせしました。はいはい、よし。いやー、長かった。いや、坊ちゃん出てくるかな。うん、弟は熱く燃え、姉は青き息を吐く。トナコには何もできぬ。一人離れゆくトナコ。暗闇には一筋の光も見えぬ。あそこに見えるは怪物か。招こうとも動きはせず。あ、またなんか隅泣いてるな。憎い面は面影をも見せぬ。おー、泣いてる泣いてる。先には島も色もなき。白きウサギにはついてはいけず、さまよう者の骨一つ。まあ、しんちゃん結婚式はするんですかっていう。変わりゆく結婚したよな、それな。誰か誰か。俺は壮大に結婚式するぞ。鏡に映るは暗き闇。誰の？落ちれや落ちあれ落ちずとても。七子が生きてな。行き行く先は。お前が二十歳になった頃はもうおばはんだぞ。いつも思うけど。まあ、その時には七子は年取れないから。うん、あ、なんか一緒じゃない？一緒だよね、やっぱり。あ、ここから違うのかな？赤味噌です。これアセラジュースに見えるんだけど。でもここまで一緒で多分録音できないんだな。時間の流れが変わるのかなと。うん。タミコ、タミコ、タミコ、知らないからまだ。しんのすけ。ここまだ一緒。ほら、髪型違うじゃん、さっきの人と。わあ、ほんとだ、髪型が全然違うぞ。このカッパじゃなかったでしょ。うで、こっからどうする、どうなのか。ほんで、あれ、録音できないからどうすんだ。わたわたする。ここは一緒。あれ、握手握手。握手、うん、ここまで一緒だ。一緒だ、一緒じゃん。録音しなかっただけか。どうなっちゃうの？この左にあるこれ何？何なんだろうな。もういつも忘れちゃうから身構えとこう。はいはい。はい、くるくる。はい。はい、来い。こんにちは。はい。あ、死んだ。死んだ。シンプル。死んだ。シンプル。そう聞いたのは、彼は弟の死の原因を探しに行った次の日の朝だった。なぜ彼が結婚の約束をしていた。そんな彼が簡単に死ぬはずがない。私を置いて、誰、私誰、なるほど、私誰、あ、彼女、彼女が探すのか。調べな、あ、またこの人もどんどん犠牲者が増えるパターン。彼が死んだ理由を、あー、そういう、ね、なるほど、そういうパターンか。結局自殺した人誰、自殺した人、結局電波塔から落ちた人誰、誰、うん、
謎が残ったのよ。あ、そういうことか。結局これはだからね、こう呪いが、なるほど、じゃどん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 こう呪いが続いてるよっていうやつか。リングの呪いみたいな感じで、それでどんどんしてる人も、うん、落ちた人もその一人ってことか、うん、結局みんな謎を追ってったんだよねっていう。なるほど、うん、いやー難しかったな、うん、いや難しかった、うん、一番謎解きとしては難しかったな今回は。上限がなかったらもっと長かった気がするぞ。っていうか運転が何よりも運転が、うん、運転やれいる、いやまあまあまあね、うん、だからちょっと毎回同じだとね飽きるから、いろいろ変えてくるんだよ。そうですね、チャリ乗ったりとかさ、歩いたりとかさ、チラズの中では一番難しい、うん、確かに、うん、やっぱそうだな、一番謎解きが多かった気がするぞ。うん、だからここを進むためにはこれやってっていうのが多いだよな。なんかこう、そうそうそう、次に進むにはテープを取るためにこの道具を取るためにさらにやることがあってみたいな、そういうの多すぎるんだよな。なんか一番謎解きっぽかった気がするな。呪怨の呪いって一番理不尽だよな。なんかうん、ちょっとだから友達だっただけでみたいな、もう直接見て直接関わらないだけでも殺されるみたいな、うん、あれ本当に理不尽だよな、うん、知り合いだっただけで死ぬみたいな、うん、というわけでありがとうございました。まさかこんな時間かかるとはな。ありがとうな、しんつけも。いや難しかったな、うん、いやありがとうありがとう、うん、皆様もありがとう。次は周辺介護やると思うんだが、次いつが暇かい。うら今月は俺もな厳しいかもしれないけどな。うん、うん、俺は父ちゃんに合わせそう。ね、今のとこ空いてんのが、ね、どうだったかな。21はダメで、22なんかあったっけ。あ、22ダメだ。23もダメだろ。24かな、空いてんの。おお、なるほど。うん。大丈夫だぞ。あ、じゃあ24やります。はい。OK。20、ほんと空いてるよな。あんまなかったよな。まあダメだったらまた X でお伝えしますので、うんうん、じゃあ24日またね22時からやりますんでね。はい、はいはい、うん、次は終焉介護。やっぱな、介護しなきゃいけないからな、か、うん、いつか秋田のじいちゃんを、いやそうだ、いつかお前を、俺を介護しなきゃいけないし、いつか俺も秋田のじいちゃんを介護しなきゃいけないしな。介護を学ぼう。なるほど、うん、介護を学ぼう。ではでは、うん、ではありがとうございました。はい、ありがとう、うん、あの昨日上がったあのね、あの、うん、寝起き足の筋もぜひ見てくれな。はい、あれは見た方がいい。よし、あ、誕生日なんだ、おめでとうございます。はい、うお、おめでとう、うん、じゃあ最後にあの例のやつを言ってくれ。はい、じゃあそういうことで、そういうことで、じゃあな、バイバイ、お疲れさん、バイバイ。